東組は日本の大阪府西成区に本部を置く指定暴力団。構成員の総数は2011年の警察庁の報告で約180人、2014年の報告で約150人、2020年の報告で約90人。暴力団の軍有拡拠地帯と言われてきた西成地区にありながら山口組などの大団体の参加に収まることもなく、 その創立から常に独立状態を貫いた上に他た団体との遠赤関係の樹立も行わず、そういった理由から孤高の少数精鋭などと謳われてきた。武踏配置門や喧嘩の東組などの異常をもっても知られ、1973年の南における些細なトラブルに発した山県組との銃撃戦を皮切りに山口組とは、 暴力的な対立構想事件を数字にわたって引き起こしてきた。創立者の統制は、元は、何話の強閣として名のあった池田大二郎を率いる池田組の射程頭である、市議九次の子分だった。池田組の解散に伴い1960年頃に、西成を本拠地としてこの東組を結成、当初の人員総数はわずか30足らずであったものの、 1973年頃には120名を数えるまでになっていた。1993年の8月をもって、暴力団対策法に基づく指定暴力団へ移行した。やがて長年にわたり、資料の座にあった統制が2010年の初め頃に引退。時の若頭であった滝本博氏が後目を継承した。同じく、 西成本拠の酒梅組と並ぶ指定暴力団で本部の所在地は大阪府大阪市西成区産王大阪府内をもっぱらの活動地としている。その人員総数は2011年度における警察庁の報告によればおよそ180。大阪府警捜査4課の同年度の報告によればおよそ290で覚醒剤の密売を主な資金源としている。 構成員の大部分が大阪出身者で占められている。王子には上層部の多くが西成出身者であったものの、西成出身の構成員は今や少数派であるという。東組本家本部事務所はビルで、その玄関には東と記した表札をかける。勢力の伸長を経て有力団体の一となった1973年頃からというもの東組は、 他の暴力団組織を相手取った幾度かの構想事件の当事者となってきた。その代表的なものとして、山口組並びに酒梅組とのそれが挙げられる。1973年、大阪、南の繁華街にて、所属構成員と山口組系、山県組の構成員の間で些細なトラブルが発生。これが、互いの本部事務所を銃撃し合うほどの大構想へと発展した。 早期に手打ちが実現したものの、当時の山口組でも屈指の高戦勢力として知られていた山県組を相手に引けを取らない戦闘行動を展開したとして、この構想は組織の名を世に広く知らしめる結果となった。1982年の3月にも山口組の二次団体との構想事件を引き起こし、さらに1987年になると、 別の山口組の系列組織と半年間にわたって構想を展開。26件の事件をもって5名の死者と2名の負傷者を出すに至ったその構想は、後に先週構想と題された。1983年、時の関西地方でも屈指の勢力を有していた五代目酒梅組との対立構想が発生、わずか2ヶ月の間に大阪のみならずなら京都、 和歌山、さらには、熊本や鳥取までをも、舞台として、およそ40回にも上る抗争事件を引き起こした。双方を合わせて、死者1名、負傷者8名、逮捕者107名。新大阪戦争として、マスメディアを通しての注目を広く集める結果となった。ありがとうございます。